マリキナはフィリピンマニラ首都圏東部に位置する市。2002年の統計では人口は約39万人。1987年に市に昇格。マニラ首都圏に位置するため他の都市同様に地方からの流入者も多い。市内を流れるマリキナ川沿いには低湿地となっており、台風襲来時にはしばしば氾濫して被害が発生する。古くから フィリピンの靴産業を支え栄えてきた土地柄であり、革靴メーカーや職人などの形で市民の半数近くが何らかの形で靴産業に従事する。1887年、当時の市長が成果を奨励したことが始まり、サンダルから革靴まで生産し、1950年代には靴の首都と呼ばれるようになった。1994年時点で、 加工場は市への登録工場で513を数えたが2000年頃から安価な中国製が流入して衰退。近年はオーダーメイドやインターネット販売でマリキナの靴産業は復活しつつある。フィリピン大統領夫人であったイメルダ・マルコスは約3000足もの靴コレクションで知られ、外国訪問ではマリキナ製を履いて宣伝に努めた。 市内に存在するマリキナグツ博物館には、世界最大の革靴や、イメルダが収集してきた靴の一部が展示されている。ありがとうございます。